こんばんは、満月堂のみょんねえです。今朝の朝立ち観測、それから JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題、やってきてくださったでしょうか。さて、今日のテーマは腸活で男性ホルモンアップです。最近ね、腸活ってね、よくね、世間でも聞かれる言葉だと思うんですけれども、食事とか運動で腸内環境を良くする活動のことを言うんですって。この腸活ってなんかさ、こう美容とか健康とか、あと便秘とかとともに語られるから、女性が取り込むイメージみたいなありません？腸活研究家みたいなあるじゃないですか。でもね、実はこの腸活ね、男性もぜひ意識してほしいところなんですよ。というのも、男性にとっても腸を鍛えることはね、実はありがたい効果が多いんだって。それはね、男性ホルモン、勃起力に超大事な男性ホルモンにも関わってくるからなので、今日はじゃあ、そもそも腸活って何なんだろう、うっすらわかるけどっていうところだと思うので、腸活とは何っていうところから始めて、腸の仕組みとか、あとやり方、それからね、男性にとって嬉しい効果っていうのを紹介していきたいと思うのね。腸を整えると全てがうまくいくらしい。男性ホルモンもアップする腸活を意識してみようじゃないか。ではスタート。じゃあ、そもそも腸活って何ってことなんですけれども、腸内環境をより良い状態にするっていうことを腸活っていうのね。腸の中には実は約40から100兆個以上の腸内細菌がいると言われていて、良い腸内環境とは、どういうことかというと、そのね、腸内にいる細菌の量のバランスが保たれている状態なんだって。で、具体的に言うとどういうことかというと、健康の人はよく聞く善玉菌が 20%、 悪玉菌が 10% っていう、こうバランスになってるんだって。残りの 70% っていうのが日和見菌って言われてるんですね。日和見菌っていうのは腸内の善玉菌、悪玉菌のうち、この優勢な方に同じ働きをする、日和見主義な菌だそうです。これが 70% なんですね。だから、善玉20、悪玉10のバランスで取っておくことがとても大事っていうことなんですよね。でもさ、それどうやってやんのって感じじゃん。しかもさ、私最近便秘気味なんだよねって人も多いと思うの。不規則な生活をしていたりとかして、まあ明らかに腸内環境悪いよねみたいな人もいる中で、でも実はね、2週間で、腸内のバランスはね、劇的に変わるって言われてるんですって。2週間で変わるんだったら、ちょっとね、やってみようかなって思うよね。じゃあ、腸活すると何がいいか、ここね、先に話していきましょう。腸を整えることで、まず一つ目は快便になる。そして二つ目が太りにくくなる。これさ、メタボ中高年男子にはさ、超気になるキーワードですよね。体型はね、遺伝に影響されがちだと思われがちなんですが、実際は遺伝よりもこの腸内の細菌の種類に影響を受けているのではないかっていう報告もあるぐらいなんですね。なので、この腸内の環境を整えることによって太りにくくもなるっていう、なんかね、いい話ですよね。あとね、3つ目、腸活をするとどうなるかというと、免疫機能が高くなる。これも大事ですよね。口から食事とかね、呼吸をするたびに、腸はね、食べ物だけじゃなくて細菌とかウイルスにも触れることになるんだって。その際に働くのが腸に存在する免疫細胞なんですね。で、その数は免疫細胞全体の約6割にも及ぶぐらい、体全体の免疫力を多く左右するので、腸内環境大事ってなってくるんですね。さあ、お待ちかね、腸活すると男性にどう良いのか、腸活とテストステロンの関係の話です。2022年に中国で行われた研究によると、オスのマウスに8週間の間ね、強い強度の高い有酸素運動を継続させた結果、ただ筋肉量が増えただけじゃなくって、男性ホルモン、それからテストステロンの、値もね、
増えたんですって。さらに興味深いのが腸内を無菌化したマウス、これらのマウスだとトレーニング効果が低くなっちゃったんですって。つまりは腸内細菌がめちゃくちゃ重要ってことなんですね。運動によってテストステロンのこの代謝に関係する腸内細菌のバランスに変化が起きて、その結果筋肉の増加につながった。だからね、いつもね3つの課題で運動しましょう、筋肉鍛えましょう、テストステロン上げていきましょうって言っていますけれども、ここに腸内環境がめちゃくちゃ関わっていたってことなんですよね。だから腸内環境悪いままそれらをしてもあまり効果が発揮されないのかもしれませんね。これめっちゃいいこと聞いたよね。はい、じゃあ我の腸内環境今どうなっとんじゃっていうの気になりますよね。腸内環境の様子を確認する方法、めちゃくちゃ簡単な方法があります。はい、一番はね、日頃のお通じ、そう、うんち、便の状態を確認することなんです。善玉菌がしっかりと機能している腸内環境の良い人の便の特徴があります。色が黄色よりの茶色、そして匂いがしない、臭い匂いがしない、そして形はバナナ状になる、この3つクリアしていれば、あ、我の腸内環境今良いんだなって思って良いと思います。じゃあ逆に便から悪臭がしたりとか黒っぽかったりする場合は腸内環境が悪くなってるサインとして捉えてみてください。それだけ体にも良い、免疫力にも良い、そして勃起力に超大事なテストステロンにも良い、腸活どうやればいいんだ、これ気になりますね。じゃあ何を食べれば腸活になるのか、ここね、簡単なのでぜひ皆さん覚えてください。発酵食品などの善玉菌を含む食品、これをね積極的に摂ってほしいんですね。でそれを積極的に摂ることで善玉菌を増やす、あとはすでに腸内にいる善玉菌を増やすっていう方法があります。これはね、このすでにお腹の中にいる善玉菌の餌となる食品を摂ったりするっていうことなんですね。じゃあまず善玉菌を口から入れる、善玉菌を含む、食品っていうのがね何かっていうところですね。ヨーグルト、納豆、チーズ、乳酸菌飲料、キムチ、味噌、はあなんか聞いたことあるなみたいな感じですよね。でこれらやっぱり勃起力にもいい食材ともかぶってますので、ぜひ積極的に摂ってください。で口から善玉菌を多く摂るようにする。そして次、お腹にいる善玉菌をもっと元気にするための餌となる食品、これね、海藻類、キノコ類、芋類、ごぼう類、あーこれもねよく聞くよねっていう感じの、もう勃起食材ダダかぶりなんですよ。なので餌となる食材も善玉菌を含む食材も勃起食材とも言えますので、ぜひ積極的に摂っていただきたいところです。あとね、朝起きてから一杯のお水を飲むことでこの胃腸を目覚ませせる準備運動にもなるんですって。なのでね、朝コップ一杯のお水もぜひ試してみてください。はい、ということで今日はね、腸活と勃起力についてのお話でした。腸活とはですね、腸内環境を良くして善玉菌と悪玉菌などのこのバランスを整えることを言います。腸活をすることで便秘解消、太りにくくなる、体は免疫力機能が高まったりする上に、勃起力に超大事なテストステロンも関係してくるんですね。そして腸内環境はね、2週間で生まれ変わるとも言われています。便のね様子を今すぐチェックしてみて、黒っぽい人とか悪臭がする人は注意が必要です。腸内環境が悪いサインと思っていいんじゃないでしょうか。納豆、チーズ、キムチなどの発酵食品とか食物繊維が多い海藻類、キノコ類を摂ることで腸内環境はね良くなりますので、ぜひ試してみてください。では最後に JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題についてです。1つ目が運動です。筋肉を鍛えることによって今日のお話でも出たテストステロンの分泌が高まっていきます。ジムに行く時間がないという方も朝晩の通勤時に一息ウォーキングをするなど、とにかく毎日コツコツできる方法を選んでみてください。2つ目が生活習慣の見直しです。食生活、ストレス、睡眠なんかですね、今日の腸内環境を整えることも食べ物
からもできますので、ぜひコツコツやってみてください。3つ目がリラックスです。心のリラックスも体のリラックスも両方大事です。帰る時間が遅くて寝る時間が短い、朝起きても疲れが取れてない、こういう方ね本当にたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういう方ほど寝る時だけでも締め付けゼロ、これを目指して、睡眠の質見直してみてください。満月堂のふんどしパンツを、で締め付けゼロにして、玄米ホットアイマスクで目元を温めながらふわーっと緩みながらリラックスしながら寝る、これだけで翌朝の元気がね全然違ってきますので、ぜひ試してみてください。質問お悩みある方は私の LINE に連絡をください。私が直接お返事をしております。先行案内限定案内なんかも LINE からしておりますので、質問ないよって方もとりあえず LINE を登録してスタンプをして、あとね僕こういう顔ですって顔写真を送ってくれると分かりやすいです。私もスタンプをお返しします。インスタとツイッターで私の普段の様子とか日めくりみょんねって企画もやっておりますので、どちらかやりやすい方を一つフォローしておいてください。ライブ配信は17というライブ配信専用アプリで行ってます。スマホで17のアプリをダウンロードして、ご自身の ID を日本語の名前で作ってみょんねをフォローしてください。 LINE、Twitter、Insta、17、YouTube、それから満月堂のショップの URL、 これら全部まとめて動画の下の概要欄のところにもっと開くみたいなところを開くとバーッと出てきますのでチェックしてください。 YouTube のチャンネル登録とグッドマークお忘れなく。では次の動画まで課題ちゃんとやってきてね。満月堂のみょんねでした。バイバーイ。